はい、こんにちは、たけぽんです。今回はラテアートのコーヒーカップの書き方っていうテーマでね、お話をしていきたいと思います。本題に入る前にチャンネル登録だけお願いしますね。で、今回の完成作品についてはなぞり絵を用意してみました。動画の概要欄のリンクから PDF ファイルをダウンロードして印刷して楽しんでみてください。それでは行きましょう。まずはカップの縁の丸を描きましょう。少し横長の楕円になります。で、カップに厚みがあるんで細い二重線を描くようにしてください。で、楕円を描くときはこんな感じで、まずは十字線を描くと、で、中心から上下それと左右それぞれの距離が同じところに目印の点を描きます。で、その目印の点を結ぶと、こういった手順で描いていくとバランスが取れた円が描きやすいんですね。試してみてください。そうしたらカップの横の線をこんな感じで斜めの曲線で描きます。次はカップの皿を描き込みますね。カップが置かれているところを中心にした円になります。カップの持ち手を描く部分とスプーンがはみ出る部分は少し開けておいてくださいね。で、楕円の描き方は先ほど説明した要領で描いていきましょう。次にカップの持ち手の輪郭を描きます。持ち手が描けたら皿の足りない部分を描き足しましょう。次はスプーンです。スプーンの柄の先は皿から少しはみ出す程度ですね。で、スプーンが描けたらこれも皿の足りない部分を描き足しましょう。で、スプーンにはこんな感じで少し厚みを描き込みます。で、厚みが描けたら影も少しつけてみましょう。カップの持ち手の形を描き込んでいきます。形が描けたらこのカップの持ち手にも厚みを描き加えましょう。厚みが描けたら影の線も入れておきます。お皿の厚みを描きます。そうしたらいよいよラテアートですね。ラテアートは実線で描くのもありなんですけれども、線の強弱をつけてみたりだとか少し破線にしてみたりとかすると雰囲気が出やすいです。コーヒーの茶色い部分は今回は点々で表現しました。この点々にもコーヒーの流れがあるんで、流れを意識しながら点を打ってあげると雰囲気が出しやすくなります。カップとスプーンの下の影の輪郭線を描きます。カップの側面に少し影とスプーンの反射をつけます。この影でカップの丸い立体感がぐっと出てくるんですね。お皿の下の影も輪郭線を描きましょう。最後に全体的に斜線で影をつけて、これで完成です。影は好みなんで無理に描く必要ないです。むしろ影をつけすぎてごちゃごちゃしてしまったってことがないように必要最低限に留めておくといいでしょう。動画の概要欄からなぞり絵をダウンロードしてぜひ楽しんでみてください。最後にチャンネル登録だけよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。